ナンバーアンダーラインアイベストヒット歌謡祭2024で初披露。あの曲は、新曲、カバー、予想合戦白熱中。ナンバーアンダーラインアイ東京ドームから、YTV からの招待状へ。ベストヒット歌謡祭でついに夢の舞台へ。ベストヒット歌謡祭2024に向けたファンの期待が日々日に高まっています。11月14日、 大阪城ホールで開催されるこのイベントには、長年日本の音楽シーンを彩ってきた名アーティストが一堂に会し、その年を象徴するパフォーマンスを披露することから、毎年ファンの間で熱く語られる一大イベントとして位置づけられています。特に注目されているのが、ナンンバーアンダーアダラインアイと IMP という2つの新鋭グループの初出演です。彼らがどんなステージを見せてくれるのか、多くのファンが胸を躍らせている一方で、 音楽業界に新たな潮流を巻き起こすのではないかと期待する声も少なくありません。ベストヒット歌謡祭はただの音楽イベントではなく、出演すること自体がアーティストにとって一つのキャリアの到達点や成長の証しであり、またファンにとってもその進化を間近で感じることができる貴重な機会です。今年のポスターには YTV からの招待状と大きく掲げられ、まるでファン一人一人に向けられたかのような特別感が漂っています。 公楽園駅に掲示されたそのポスターに多くのファンが足を止め、彼らが初めて全国ネットでの大舞台に挑戦する瞬間を待ち望んでいます。ナンバーアンダーライン愛にとってこの舞台は、東京ドームでのデビューから築き上げてきたキャリアの一つの頂点ともいえ、その成長を感じられる場所として多くのファンが感慨深い思いを抱いています。彼らが披露する楽曲にも関心が寄せられています。デビュー曲なのか、 最新の楽曲なのか、あるいは有名曲のカバーなのか、さまざまな予想が SNS 上で飛び交っていますが、それらはどれもファンの想像力と期待を膨らませる一助となっています。ファンにとっては、彼らが歌う曲だけでなく、パフォーマンスそのものが楽しみであり、特にナンバーアンダーライン愛が見せるかもしれない新たなダンスや音楽スタイルに期待が高まります。音楽性やパフォーマンスの進化が見られることで、 グループににととっっててももファンにとってもそのの関係性が一層深まるのですこのような音楽イベントに出演することはアーティストの知名度を上げる絶好の機会であると同時に新しいファン層との出会いの場にもなります。特に今回のベストヒット歌謡祭においてはナンンバーアンダーアダラインアイと IMP という2つの新鋭グループが共演することで互いのファンが交流し合い新しい音楽の価値観が生まれる可能性があるのです。 ファンにとって、こうした生放送でのパフォーマンスは、リアルタイムで彼らの熱意や技術、そして感情が伝わってくるため、その一瞬一瞬が特別な意味を持ちます。録画して後から何度も楽しむファンも少なくなく、その一瞬の表現が永遠の思い出としてファンの心に刻まれることもあります。彼らがデビュー当初から積み重ねてきた努力や挑戦が、この大舞台でどのように開花するのか、それがファンの注目を集め、 期待を高めている理由ですさらにベストヒット歌謡祭が持つ意義は出演アーティストの成長だけではありません。この音楽イベントは年末に向けた大型番組の一つであり、視聴者にとっても年末の恒例イベントとして楽しまれています。友人や家族と一緒に視聴し、日本の音楽シーンの現在を感じる時間は、多くの人々にとって年末の大切な時間の一部となっているのです。また 今回の初出演は、ナンバーアンダーライン愛にとってキャリアの節目として特別な意味を持ちます。彼らのファンは、デビューからの歩みを見守ってきた分だけ、彼らの成長を強く実感していることでしょう。SNS 上でも彼らの出演に対する期待の声が多く、全国のファンがリアルタイムで彼らのパフォーマンスを見たいと意気込んでいます。彼らのファンの中には、この出演を新たなステップと捉え、 これからの活躍を一層応援しようと意気込んでいる人も多いのです。ポスターに掲示された YTV からの招待状というメッセージは、まさに彼らの成長とこれまでの歩みの象徴であり、ファンにとってはその成長の証しを一緒に感じられる機会として心に響いています。IMP もまた、彼ら独自のスタイルで多くの支持を集めているグループであり、今回のベストヒット歌謡祭出演を機に、 ささらにファン層を広げることが期待されています彼らが見せるパフォーマンスがナンバーアンダーライン愛との共演を通じて新たな化学反応を引き起こし音楽業界全体に新しい風を吹き込むことになるかもしれませんこのような機会はアーティストにとっても大きな挑戦でありファンにとっても見逃せない瞬間です特に彼らがどのようなパフォーマンスで視聴者を魅了するのか ファンだけでなく業界関係者からも大きな注目が集まっています。音楽番組が増える年末シーズンにおいても、ベストヒット歌謡祭のような大型特番は、他とは異なる特別な存在感を持ち、多くの視聴者がその日を心待ちにしています。彼らが選ぶ曲はもちろん、演出や衣装、ダンスの細部までが注目されることでしょう。どんな新しい一面を見せてくれるのか、ファンの期待は高まる一方で、 その期待に応えるべくアーティストたちは日々のトレーニングと準備に余念がありません。彼らの真剣な努力が生放送というライブの場でどのように表現され、視聴者の心に響くかが、このイベントの見どころでもあります。また、彼らのパフォーマンスがリアルタイムでファンと共有されることで、SNS 上でも瞬時に反響が広がり、ファン同士がつながる機会となります。彼らにとってもファンにとっても、 テレビの画面を通じてリアルタイムでつながり合うこの瞬間は、特別な一体感を生み出すのです。ベストヒット歌謡祭2024は、アーティストの成長とファンの熱意が交差する一夜となることでしょう。彼らが新たに見せるパフォーマンスが、これまでの歩みを一つの形として結実させ、今後のキャリアにどのような影響を与えるのかは未知数ですが、その挑戦と成長を応援するファンにとっても、この出演は特別な意味を持つのです。 ファンとアーティストが一緒に成長し、その瞬間を分かち合う場として、このベストヒット歌謡祭2024は記憶に残るものとなるでしょう。また、これが音楽業界に新しい波を起こし、次なるステップへとつながるきっかけとなることが、音楽ファンや業界にとっても期待されているのです。ベストヒット歌謡祭2024の開催が迫る中で、 今回の出演アーティストの発表は、日本中のファンに衝撃と期待をもたらしています。特にデビューして間もないナンバーアンダーラインアイと IMP の出演決定は、彼らにとっても大きな挑戦であり、キャリアを一層深める重要な瞬間としてファンも応援の気持ちを高めています。この一夜限りのステージにおいて、彼らが何を伝え、どのようなメッセージをファンに届けようとしているのか、注目が集まるとともに、 出演に向けた準備に余念がないアーティストの姿もまた話題になっています。ファンの間では、どのような新しいスタイルを見せてくれるのか、成長をどれほど実感できるのか、といった期待の声が SNS 上で飛び交い、その盛り上がりは日に日に増している状況です。ベストヒット歌謡祭は、新しい才能が成長する場でもあると同時に、アーティストが持つ独自の世界観を披露する重要な舞台でもあります。音楽業界にとっても、 こうしたライブイベントは、アーティストの個性や音楽スタイルが進化する瞬間を記録する絶好の機会であり、ファンにとってもその瞬間を共有できる貴重な場となっています。生放送で披露されるパフォーマンスは、録画された映像や MV とは異なり、ライブならではの緊張感と一体感が含まれています。そのリアルな表現が持つ力は、ファンの心に深く刻まれ、一生の思い出となることが多いのです。 ナンバーアンダーラインアイや IMP にとっても、ここでのパフォーマンスはキャリアの一つのハイライトであり、視聴者の心をどうつかむかが彼らの今後の評価に影響を及ぼすと考えられます。また、ベストヒット歌謡祭2024における出演は、音楽業界や視聴者に対して、彼らがアーティストとしてのアイデンティティを発信する重要なチャンスです。とりわけ新人グループにとって、 こうした全国放送の場で認知度を高めることは将来的な成功に直結するものであり、それが出演に向けた彼らの真剣さや情熱にも表れています。ファンにとっても、この初出演が大きな意味を持つことは間違いなく、リアルタイムでの視聴を楽しみにする声も多く見受けられます。全国からの視聴者が画面を通じてアーティストと、つながる、この瞬間は、アーティストとファンとの間に深い絆を生み出し、 それが彼ららののの音楽活動へさななるる支持となるのです IMP もまた、パフォーマンスのスタイルやメッセージ性が強く支持されているグループであり、今回のステージを通してさらに多くの人々にその存在を知られる可能性があります。ナンバーアンダーラインアイとの共演によってお互いの個性が引き立ち、視聴者にとっても新しい音楽的な体験となることでしょう。この共演は、ファン同士の交流や新たなファン層の発掘にも寄与し、 日本の音楽シーンにおける次世代アーティストの魅力が広く伝わるきっかけにもなりますこうしたイベントが持つ力は音楽業界にとっても大きな影響を与えアーティストにとっても自身の表現の幅を広げる重要な機会となるのですベストヒット歌謡祭2024が終わった後もその影響はファンの心に長く残り SNS 上や日常の会話の中でその話題が続くことでしょう 年末に向けての音楽特番が次々と放送される中、こうしたライブイベントのインパクトは視聴者にとっても記憶に残るものです。特に彼らのような若手アーティストにとっては、この瞬間が大きなターニングポイントとなり、次なるステージへの扉を開くきっかけともなります。ベストヒット歌謡祭という舞台での経験が、今後の音楽活動にどのように影響を与えるのか、その成長と挑戦が引き続き注目されることでしょう。 ファンの多くがこの一夜限りのパフォーマンスを心待ちにし彼らが見せるであろう新たな一面を楽しみにしています。